1点を追うホークスは3回、ライオンズの先発プロ初勝利を目指す木村に対してノーアウト1塁2塁の場面、小久保がセンターへのタイムリーヒット、ホークスが1対1同点に追いつきます。この後ノーアウト1塁2塁、5番の松中センターオーバーフェンス直撃のタイムリーツーベース、ホークス逆転2対1。6番2試合ぶりスタメン復帰田村センター前のタイムリー、ホークス3連打で3点を挙げます。先発の木村はここでノックアウト。2番手ルーキー宮田に対して長谷川フォアボール、満塁となった後田上は押し出しのフォアボール、4点目がホークスに入ります。押し出しの後明石右中間オーバーの2点タイムリーツーベース、ホークスこの回一挙6点を挙げます。6対1とします。ホークスの先発はホールトンでした。4回のピッチングです。石井義人空振りの三振、ジージー佐藤空振りの三振、原ファーボールあって三浦見逃しの三振、ホールトン抑えます。この後お互いに得点を重ねて試合は6回です。4番手ライオンズ大沼に対してノーアウト1塁から田上、ライトスタンドへの21号ツーランホームラン、11対2。7回5番手藤田から小西の2号ソロホームラン、12対3。ホークスこのまま勝って4連勝を飾っております。